表面にお土産にいいようなラッピング商品がいっぱい並んでますけど、これは何だろう、体に良さそうなやつ、結構お高めです。違うお菓子類が並んでるんですけど、ミロはねすごく人気ですよね。59バーツ。キットカットとかは意外と高い、106バーツ。こっちの箱入りキットカットは240バーツ。外国のチョコレートは結構高め。あ、でも安くなってる。530バーツが355バーツになってる。この辺はタイのじゃない。この辺タイ語で書いてあるお菓子とかは41バーツ、この辺は52バーツ。海外のお菓子は意外と高いです。この辺のチョコレートとかも82バーツ、85バーツ。マセタなんかキットカットが、いろんな日本のキットカットが199バーツです。この辺も日本のは高い。この辺のキャンディーは、この辺のはめっちゃ美味しいです。22バーツ。このスイカのも美味しいし、トウモロコシのも美味しいし、バナナも美味しいし、あ、これ新しいのが出てる、タピオカミルクティー20バーツ。この辺のお土産に買っていっても喜ばれます。これもよくあの本についてるやつ、28バーツ、15バーツ。こっちあのタイ語のやつ、タイ語で書いてあるやつ。これも本によく載ってるやつ、これが10バーツです。これは蜂蜜かな、44バーツ。これもよく本に載ってる、このバラ巻き土産、こちら。これが18バーツ。なんかお土産にいいですよっていうのがこの棚の中に山積みにされてる。これが189バーツ。これがなんかタイ味なんでしょうね。バラ売りもされてます。これバラ売りで31バーツ。あ、このベントっていうか、のしいかみたいなやつ、こののしいかみたいなやつが48バーツ。こっちは外国のチョコレート429バーツ。やっぱりタイ語で書いてあるお土産がいいよね。なんかフリーでいっぱい買ってくださいっていうやつ、このスースーするやつ、259バーツ。それと人気の歯磨き粉と、これはあの痛い時に貼るやつ。いろんな新しいのも出てます。健康食品とかもいろいろ出てる。ヤードムがいっぱい、144バーツ。こんなにいっぱい入って144。アンメルツ、この辺は痛み止めみたいなやつ、軟膏ですね。こんな感じ、頭が痛い時、蚊に刺された時、くしゃみの時、腰痛、何でも効くやつ。人気のお化粧品とかもいろいろ揃います。それあの雑誌によく出てくるやつ。バラ巻き土産に喜ばれるパウダー、めっちゃかわいい。ポンズのとかもあります。
安くて可愛いのでお土産によく頼まれます。日本人大好き、タイの歯磨き粉めっちゃいっぱい並んでる。新商品とかいろんなパッケージもそうですね。いろんな歯磨き粉があって、人気はのグリーンのやつみたいですね。もうめちゃくちゃ歯磨き粉の種類がすごいの。ここ一列この壁全部歯磨き粉です。すごい。今なんかタイで流行ってるのはこのコルゲートかな。ちなみに私はこのコルゲートのこのオプティック2っていうのが大好きで、今気に入って使ってます。お土産に人気のこの石鹸、石鹸の種類も半端じゃない、すごい種類。このマダム編っていうのがね有名ですよね。45バーツ、日本人大好き、48バーツ、まあ、いろんな薬用の石鹸とか、なんかマンゴーの石鹸、パパイヤの石鹸、いろんなあの果物とかお花のフレーバーが入ってる石鹸が、向こうまで壁一面石鹸です。タイのお料理のフレーバーになっているフリッツ、14バーツ1箱14バーツ新しいフレーバーも出てる。人気なのがこのゾウさんのポッキー、マンゴー味とバナナ、このお猿さんのやつ。コアラのマーチのマンゴー味の他に新しくパイン味が出てます。パイナップル味、お値段は両方とも89バーツ。コアラのマーチなぜか人気ですよね。クリスマスバージョンも出てる。ちょっと持って行ってあげるのにはいいのかも。89バーツ。このお兄さんがついてるやつ、ここも有名なお菓子。一袋が24バーツとか20バーツとかです。豆菓子もいっぱい。ひまわりの種が29バーツ。ちっちゃいやつだと16バーツなので、配りお土産には喜ばれるかも。ナッツ類もすごい豊富。ちっちゃいのから大きいのまでいろいろあります。フリーズドライのお野菜のチップス58バーツ。これもね美味しかったんですよね。オクラ。これ安い39バーツ。バナナチップスもある。あ、前なかった、これパイナップル味も出てる。グレープもあるし、この桃もねちょこっとしか入ってないんですけど、めっちゃ美味しい。これが30バーツです。竹の海の海苔のお菓子85バーツ。あ、他にもいろいろなんか海苔の新しいのが出てます。お得用とちっちゃいパックとあって、お得用で大きなのもあるし、今度箱用もあります。箱の中に小分けにした袋が入ってるみたい。97バーツ、こっちも97バーツ。ベントのこのノシイカも袋でいっぱい売ってます。こっちはドリアン。あ、もうタイの果物がいっぱい、フルーツのお菓子がいっぱい。これも美味しそう。タイの袋菓子というかチップ類めっちゃ多い。31バーツ、31バーツ。もう向こうの方までチップの山。あ、こっち側だ。こっち側の壁もポテトチップスが山のように並んでる。でも味がこれ31バーツで、タイの味かな。
その辺はタイのカップラーメン。ビッグシーンはカップラーメンが1個ずつじゃなくって、こんな感じで3パックで、パックで売られてます。パックで57バーツ。日清のカップヌードルもある。この辺はカップヌードルは52バーツで、タイのやつは42バーツで、なんか人気のタイのカップ麺、この辺は38バーツです。東京バナナみたいなのがある。これは明らかになんかね、東京バナナですよね。ゾウさんがついてるとタイっぽくなるのね。メロンのもあるし、この辺はお土産の箱、パッケージとか大きい袋に入ってる。干した果物がこの辺はいっぱい置いてあります。この辺はタイの袋麺が6パックで1袋です。6パックで74バーツとか、安いのは38バーツ、めっちゃ安い。10パック入って65バーツとか、これなんか鍋みたいなのも入って74バーツ。6パックか10パックってどこかな。いろんな味のラーメンが、これ65バーツ。はい、お土産に喜ばれる調味料、これね、味の素なんです。味の素だからなんかね、味は大丈夫ではないかなと普通に思ってしまう。この辺はクノールとかもあります。手軽にタイのお料理がお家でできる感じなので、安いしね。レッドカレーで20バーツ、グリーンカレーで20バーツで、この辺はクノールのスープ類、安い、18バーツだって。セブンイレブンで前買ったけど、意外とね、美味しかったですよ、18バーツ。この辺も味の素のタイ料理の、なんていう、スープとかいろんなお料理の調味料です。これはハーブがついて、ちょっと一手間いる感じかな。でも日本語でこう書いてあるので、作り方もそんな難しくないと思う。115バーツとかで、写真がついてるので写真のように作ればいいのではないでしょうか。この辺も箱に材料が入ってるやつです。95バーツ。あ、この辺は75バーツで安い。ブルーエレファントのカレーペーストとか調味料とかもある。ブルーエレファント有名ですよね。119バーツ。イエローカレー、トムヤムクン、グリーンカレー。前グリーンカレー買って帰ったけど、めっちゃ美味しかったです。タイティーが缶入りのがありますよ。145バーツ。145バーツかな。これはインスタントのタイティー、お砂糖もミルクも全部入ってるっていうやつが200バーツ。こっちがグリーンティーの方も200バーツです。こっちにまた新しいのができてる。こちらが119バーツ。そのまま溶かすだけでタイティーが飲めるやつ。お土産屋さんコーナー、これはイカ、スルメ、なんだろう、味がなんかちょっと赤いから心配な感じ。めっちゃ赤いから。ここのメーカーさんも有名なメーカーさん。1個買ったら1個プレゼント。125バーツ。ここのメーカーのはいろいろ買った。これも美味しかったし、このマンゴーも、これも美味しかった。ドリアンはね、匂いがダメな人はダメかも。このココナッツのチップも美味しかったです。揚げて、野菜の揚げてやるやつ、99バーツとか。この辺は乾燥してあるもの。
100% オーガニックって書いてあるんだろうか。これは赤いご飯作るやつ、黄色、緑色のご飯作るやつ、紫色のご飯作るやつ、あ、バタフライ PT がある。バタフライ PT、こんな感じで、バタフライのお茶と、もう一個はハイビスカスかな、のお茶があります。ここにハーブのお茶がこんな感じで入れます。165バーツ、こっちは68バーツ、レモングラスとかじゃないでしょうかね。これはみかん、フラワーティーがいっぱい。これ200バーツ、バラが入ってる、バラのお茶。これはなんだっけ、この花、この花のお茶ありますね。これが75バーツ。タイは果物が安いので、こちらに滞在している時に食べたいフルーツ、パイナップル、スイカもめっちゃ綺麗、メロンと黄色いメロンもある。あ、ドリアンの匂いがすごい、すごいすごい。これなんだっけ、これパパイヤもちょうどいい感じで売れてる。ドリアもめっちゃ綺麗、半分割ってあるのもあるけど、半分割ってあって73バーツ。マンゴーも青いマンゴーと黄色のマンゴーがあります。めちゃくちゃね、いっぱいあって、このカットフルーツもすぐ食べられるからお手軽でいいかも。顔なんとかマニアム口がマメラマンゴー、かわいいパイナップルのカットしてあるのもある。これになんかつけてマンゴーみんな食べてますよね。これ何なんだろう。カットマンゴー、これ美味しいです。69バーツだって。こっちは絞りたてのジュースもめちゃくちゃ綺麗。上に何、これは何を絞ってますっていうのが書いてあるけど、すごい綺麗なの。絞りたてのジュースはね、やっぱ美味しいですよね、南国ならでは。めっちゃ綺麗。もうずっと向こうの方にも野菜とか果物が並んでる。こっちに滞在してる間に食べられるだけ食べないと、こういうの持って帰れないから。1個ずつも売ってるけど、パックになってるのが5個買ったら1個プレゼントみたいな。お得です。ココナッツのチップもお得です。これもドリアンとマンゴーのチップ。あ、これこの干しバナナがねめっちゃ美味しいですよ。これバナナを天日で干しただけっていうやつ。これも買って帰ろう。69バーツ。